姫タピオです。アリタピオです。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。今日はですね、ピンクラ TV 史上初のクッキング企画、しかもなんと今日はタピオカを作りたいと思います。逃げ、え、これは全国の業務スーパーで買える、しかも4杯できて、298円、いやいや、1個約 74.5円です。牛乳とかサラダとか本当全部合わせて、氷とかも100円かかんないんじゃないかぐらいです。お店で買うとちょっと500円ぐらいするけど、しかもこれね、タピオカの用のねストローまでついてる。そう、すごいわ。もう本当にもう自分で作った方がいいみたいな。そう、早速タピオカ作っていきたいと思います。 Let's cooking。 まずタピオカを開けましょう。なんかこんな感じの小分けに、最初は凍ってるんです、はい、最初ね全然タピオカに見えない、なんかちょっとなんていうのかな、味噌とかタピオカに見えないですよね。チョコみたい、冷たい。これをお皿、電子レンジでもいけるお皿か容器に入れてください。なんか早いんだけど、本当に花粉にしよう。皆さん花粉大丈夫ですか？はい。ありがとう。冷たいです、凍ってますね。お、いいね、コーヒー牛乳なの。あれ出ないぞ。え、ひみか大丈夫？助けてくれ。あ、え、袋うまく開けれてないとか。タピオカは今なんか味になるやつで見えないんですけど、もうつぶつぶが入ってます。次にこれにふんわりちょっとラップをかけていきましょう、ね、全然ねタピオカに見えないね。完成が楽しみですね、うん、ふんわりめだよね。難しいな、ふんわりめ。そんなきちっとやらなければ大丈夫、うん。ちょっと待って、これどうなってるの。 OKOK。 そしてラップができたら、あ、できた、うん、できたよ。え、待って、これ短いかもしれない。ラップができたら電子レンジにしていきます。 Go Go。 まず電子レンジで500ワットで1分半やっていきます。たったの1分半。作ったことあるんですけどね、30分ぐらい茹でたんですよ。レンジ500ワットにして、500ワットにして、これどうやって、ここ1分。なるほど、500ワット。ありがとうございます。で1分、え、ここもう一回押すの、うん、1分で30秒スタート。よし、1分半ってすごい早いですね。30分かけて作ったのにさあ、安くてさ1分半でできるとかさ、もう神だ。なんか高くて30分かかってみたいな、損した気分。めっちゃお得で、しかも業務スーパーで買えるし ね全国の。めっちゃいい。カラータピオカって知ってる？分かんない。なんかね、色がついてるんだけど、水色とかピンクとか黄色とか、でもなんか飲み物に入れたら全然色見えなかった。1分じゃ、なんかしよう。1分の45秒、はい、せーの、45秒、何ができる、ちょっと忘れたな。45秒で何ができる、タピオカが作れる。無理、45秒、無理。1分半、1分半で何、違う違う、60秒だから。1分半で何ができる、てってれてれれれれれれれ、1分半で何ができる、タピオカ作れるのよ。あ、もうすぐ8 7 6 5 4 3 2 1、ピンポン、レイワすごい、タピオカの香りがします。溶けた、さっきの塊が。あ、めっちゃタピオカっぽくなった。ビフォーアフター、ビフォーアフター。じゃあ次アリアのやつ。次4つ、この間何する？スタートどうする？1分半で何ができる。ヒロコの友達、ヒロコの友達、いいよ。ヒロコの友達はメイクががっつりです。ヒロコはちょっとないんですけど、顔、諸事情により、ね、ちょっと顔がないんですよね。ちょっとね、
この子はちゃんとした顔がいいです。唇もプルプルのツヤツヤ。本当に花粉症でマジで鼻水がするんだけど、私も鼻水めっちゃ詰まってる。やばい、かゆいし、なんか大丈夫。45秒あれ、こんなんだっけ。ひみか、遠づかないで。いや、面白くない。多分あ、8秒で何ができる。5、4、3、2、1。令和。はい、ありがとう。え、なんか泡立ってる。あれ、なんか変な感じ。ラップが、はい、はい、今チンしましてですね、だいぶタピオカっぽくなった。うん、これをですね、カップに入れていきたいと思います。あ、これお家にあるコップでも大丈夫です。今日はカップでシャンティーにしてみましょう。じゃお店っぽくね。で、まずあ氷を入れたい方は、これ熱いので冷たい人は絶対氷がね。私入れる。なんかじゃあちょっとだけ、あんまり氷好きじゃないんですよね。じゃあ変化から入れる。 ありがとう。その前に牛乳を入れます。氷が 100g で、牛乳を 150ml でも今日ちょっと測らずに適当にやったんですけど、まあ量はお好みで。じゃあこのカップのサイズだと大体ですね、このぐらいかな。そしてこのタピオカミルクティー味があるので、混ぜます。おいしそう、色がおいしそう。そしてこの袋についてたストローで混ぜたい、専用の混ぜたいと思います。氷のいい音がするね。え、もう一気におしゃれじゃんね。この赤いストロー結構おしゃれに見える。いい音じゃない。そしてある程度混ぜたら蓋をします。完成。え、マジで簡単。めっちゃ簡単、3分ぐらいでできたよね。しかもさ、これ安い、めっちゃ安いよ。1個100円しないの。家でタピオカミルクティーが飲める。いや、まあ、まあ、安いだけでね、まずかったらちょっとね、あ、うんって感じ。うん、やっぱ安い、紛れたくなっちゃうので、美味しいというリポートをしたいと思います。乾杯。いただきます。いただきます。神に感謝。めっちゃ美味しい。お店だと牛乳の味っていうか、もうミルクティーの味じゃん。牛乳の感じとか最高。タピオカがもっちもちしてて、タピオカも味がしっかりついてる。すごい。今タピオカ食べたんですけど、本当に味ついてるよね。なんか味ないじゃないですか、タピオカって。だけどなんか甘いみたいな。そう甘いみたいな。このタピオカ一番好きかも、今食べた。私も本当に、このタピオカが本当に今まで食べたタピオカの中で一番味付けが美味しい。しかももちもちだし、うんうん、そんな硬くもない。硬い派よ。硬い派、真ん中。これは柔らかいです。みんなも簡単にできるこのタピオカミルクティーをお試しあれ。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。